おや旦那、知り合い？ いえ、どうやら魔術師のようですね。見つけたぞ、魔術師のルールに反する薄汚いマスターとサーヴァントめ。このアーチボルト家九代目当主、人呼んでザ・ビッグベン・ケイネス・エルメロイが貴様たちを終罰してくれよ。ザ・ビッグベンなんて呼ばれていたかしら。決まった。ジな、何よあなたたち。ああ、ごめんごめん。いや、材料にどうかなって思っただけ。は？材料？柔軟な材質なので骨組みよりは表面のコーティングに回した方がいいでしょう。脂肪多そうだしな。この私に向かって。ソラウ様、お下がりあれ。このキャスターとマスターは痛い気な少年少女に蛮行を繰り広げた救いようのない外道ども。御身に何かあればケイネス殿が悲しみます。ダンサー、ケイネス殿が悲しみますゆえに。ありがとうランさん、私のために、私のために身を挺してくれるなんて。主のために、このランさん粉骨砕身いたしますと。なんだか複雑な人間関係が垣間見えるな旦那。いやですね、こういう生臭い人間関係は。何をしておるランサー、さっさとサーヴァントを片付けろ。ぎょい、頑張ってねランサー。行くぞキャスター。そして龍之介とやら、貴様は直々にこのケイネス・エルメロイ・アーチボルトが注罰をくれてやろう。我が婚約者に色目を使ったことへの恐ろしさ、とくと見せてくれよ。色目なんて使ってねえのに。どちらかというと欲目でしょうね。たまには海馬に餌でもくれてやりましょうか。食器の材料も欲しいよ。ピオナ騎士団が一番やり、ディルムット・オーディナ、押して参る。私も魔術師の端くれです。私も魔術師の端くれです。仕留めますよ。スパッと一振り、はい、バラバラね。これは一体、私はケイネス、指を。何をするんだ、そら。まとめますよ。諦めないわ。見上げたやつだ。賞賛に値する。月見酒勝負。
クールに決まった。私の血を流すなどありえぬ。あって言い訳がない。面目次第もありません。愚か者め。これはこれは、いい調子だわ。あって、おかしいな。クールじゃないな。やったね。それは失策だ。こいこい、今です。ダンスだ。旦那、最高のクールを見せてくれ。おめめ引き下がるでないぞ、ランサー。もちろんです、我が主。さすがケイネス、ユリフィス随一の神童と歌われただけのことはあるわ。君のおかげだよ、ソラウ。うわ、真っ赤。俺真っ赤。すげえや。まあ、見てちょうだい、ランサー。お見事です、ソラウ。もはや逃げられんぞ。見たか、俺のラック。いただきます。赤点。こいこい。ここが正念場ですよ、龍之介。はいよ、旦那。リレサンクティオ。勝負。さあ、仕留めますよ。スパッと一振り。はい、バラバラね。泣かないで、ケイネス。結界24層、無数のトラップ、廊下の一部はいか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 。主。それは失策だったぞ。あっち。ぜひ私、参考月見酒。勝負。勝者、カバネの錬金術師。やれやれ、好きとか嫌いとか妬むとかそねむとか、年食った人間はややこしいね。無垢な幼子を好む私の気持ちがお分かりになりましたか、龍之介。